イエイエイイエイ、うん、よいしょ。マオが違うね、あれ出演者ね。あ、神木さんじゃない。お手伝いもういない、もはや。もはやいない。予定なかったっすよ、予定なかった僕。イエイエイ。あ、カロリータワーが。今日の企画は、今日の企画は、そうそうそう、マオリーダーの方だよ。今日の企画は、カロリーを飲み切るまで帰れません。よいしょ、イエイイエイよいえイエイイエイよいよいよい。これ今1,2,3,4,5,6,7,8、 あ、もう20本ぐらいあるんで一人で行けちゃうよ。一人で行けるっすね、これ。え、まあ今日もおさんで行ってもらっていいですか。よいよいよい。 CM はい、 CM? え、ロミオの、あ、ロミオの姫様ご来店です。はい、おかえ、何してくれ、違うやつけ、何してくれ、え、お金せジェレットって。お金させジェレット、そうだ、畑ですよね。うん、お金させジェレット、よいしょ。あ、全然 CM だ。イエイイエイ。若干ハゲハゲてる。出たー。それは出るよ。イケメンなのに変な人。これあの攻略行動の動き。こうや。はい、こうや。先週ぐらいやってた。先週ぐらいやってた。これで動くから最初。よっしゃー、プラス1個足りないですね。あった。今日はカロリー1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 本飲むまで帰れません。やりましょう、よいしょ。よっ、じゃあ帰れないね。30分で14本。え、じゃあ帰れないけど。同じこと言いますね。英語やっちゃう。あ、ごめんなさい。コースター出た。コースターなんていいよ、あるよ、あるよ。あ、お酒ちょうだい。あ、お酒、すまん。はい、俺いい。え、待って、足臭い俺。はい、俺いい。臭いね。なんか若干臭いなって思ったら。はい、足の方が汚な。くっそ。日本三大イシューの一つで。くっさ。の足。くっさ。くっさ。めっちゃ臭い。え、ドリアンと。あれ、匠のじゃない。あ、俺これでいいよ。ドリアン。イエーイ。えい、どうもー、イエイエイ。マオリーダーって言ったらカムキマオになってたね。しょうがないっす。あれっすよ、自分に LINE 送ってくれようと思ってもカムキマオリー届いちゃうっていうね。え、苗字ついてないほど、苗字ついてないほどマオでーす。と、あ、自己紹介しますか。自己紹介やりましょう。はい、どうも、おちんちんです。はい、おちんちんです。はいはい。あ、じゃあ俺をオチやってもらうから俺頑張る。うん、普通に先にやるわ。そうですか。うん、あの、まあ、漢字の方のマオです。はい、はい、オチ、オチです。たくみです。イエーイ。はい、え、じゃあ今出る、あ、かまる。え、いいよ、はい、僕言いましたもん。え、もう言ったよ。うん、あ、もう一回行きましょう。流れで行きましょうね。うん、あ、じゃあこう、うん、はい、どうも、おじんじんです。よいしょ。漢字のマオです。やりましょう。鉄です。いやー、イエーイ。あ、どうも、伊吹翔です。お願いします。イエーイ。取締役。ありがとうございます。ありがとうございます。ワイプラス。ぜひ LINE 載せてもらいたい。伊吹翔でね。すいません、ちょっとナイトチューブさんがはちょっと連絡遅れて、ちょっと締め日でバタバタしてたんで申し訳ないです。もう本当に申し訳ないです。はい、コアメインナンバー2でした。ありがとうございます。イエーイ。
伊吹翔さんは。伊吹翔さんはもちろんナンバー、もちろんナンバーワンです。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 寄せって寄せです。グレイ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 。伊吹さんってこんな人こんな人って。あ、ナンバーワン、ナンバーワン、おめでとう、おめでとう、飲んだおめでとう、おめでとう、ホストやってるけど、飲みコールって日本で一番クソな文化だと思う、マジで。飲みコール、へぇ、それでからの、じゃあ、分かったよ。あーね、今日俺ね、強敵。あーじゃあ、今日お誕生日なんですか。もう俺ね、今日俺がいろいろ言われる日ね。じゃあ、もう分かった、もう言ってよ、じゃあ。エビクションじゃない、タクミ、タクミ、タクミ、はい。ちょ、お前のタクで単価上げないから一生コールしねえわ。いや、これ、これ、違うじゃん、違う、違う、店のトークとここのトーク違うじゃん、やっぱ。でここでは飲まないんだ。だ、飲みコールが嫌いなんだよね。だから今ね、今俺にされる分はね、寝るとお前の宅ではコールしない。今日なんか客来てねえわってさっき切れてたけどなんかそれはまあもし来たとしてもうせえお前、おい、絶対俺は単価上げない。意地でも水だけ飲んでる。これ見てる悲鳴が。保存数はダメよ、修正してるから。修正してるから分からないよ。なんかめっちゃハゲなんですけど、光照らすぎな。あ、やばい。あ、ロビジュニに来てた姫様、4月ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今、どうにか店売り達成してゴールデンウィークお休み飲みました。1日ありがとうございます。ありがとうございます。4日間も、4日間ありました。4日間飲みました。4日4日間伸びてたから、5月の21から21からも締め日、29まで。そう、来月は20日が締め日になります。来月はね、もう休み9日間めっちゃ休みや。9日間めっちゃ休みや。11連休ですか。11連休、もうありがとうございます。4日間伸びたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。20日にたくさんシャンパン、はい、ありがとうございます。ほんとにもう締め日って何ですか。で、来月がね、イベントが神木真央昇格祭、官房座昇格祭、27、はい、27、日曜日、日曜日ですね。と11、まあ、まあ感謝祭。それまた詳細送るから、また、はい、詳細言う、詳細みんなに言う、ちゃんと。来月毎日イベントなんでね、毎日来てください。ぜひ毎日、3日俺の好きな日だから。足臭いってさ、かけるんか、マイクで足の臭さかけるんか。消化匂い 4D ぐらいのあれ発してる。なあ、ほんとかお前ら。怒るよ俺、今日酔っ払ってるからさ今日だからゴルフ行くから酔っ払わないって言ったのに全然酔っ払ってる。意味が分からん。今からゴルフ行くの。こっからゴルフ。だからもうこっからゴルフ。3時半集合。えぐい。山梨まで。えぐい。山梨まで。あと、もう。そうそう、コースもあるのよ。山梨まで行って。えぐ。3時半集合。2時間後。無理よ。もうこれ、ゴルフの準備できないよ。もう、着替えもできない。俺も一応、まあ、朝から、ね。あ、そうか、お客さんに会うって言ってもらう。明日。いや、出稼ぎ行くって言って、女の子は出稼ぎは行くけど、あ、送りに行くんだ。はい、送りに行かない。出稼ぎ行く、釣り行きます。出稼ぎに行くんで、釣りに出稼ぎ行くけど、俺は釣りに行く。たくみさん、出稼ぎ行かないですか。俺、出稼ぎ行くよ。頭から行くかな。3日ぐらいか、ゴールデンウィークじゃないから。朝から、から騒ぎ。なんかコメントつまねえ、飲もうかい。疑問形態返してあげようよ。ねえねえ、ホストの客がよく出稼ぎ行くって言うのあれなんなの。知らない、そんなこと言うっけ。わかんないよ。マンコ使いに行くんだよ、マンコ使いに行く。怒ってる人いる。地方にマンコ使いに行くんじゃん。おいコラって言って喧嘩ってみせる。ごめん、コメント書いてるやつさ
今後さ、あの自分の本名と電話番号と住所載せてコメントして。あ、それいいかも。パイやって、うん、逆に。あ、面白いっす。面白いね。それ面白い。それで連絡したら先輩のお客さんとかめっちゃ面白い。お一瞬で爆弾、お前一瞬で爆弾じゃんみたいな。でも来てる人も見てることあるんですかね。あら、全然あるよ。全然、全然見てた。まあ、YouTube にも残るしね。ああ、うん、そうだね。で、ロミジュリーのどうなんだ。他の番組の方がコメント多い気がするんだけど。あれ？あ、まともなコメントが。ロミジュリーのやつはまともなコメントが少ない。誹謗中傷。治安悪いですか。誹謗中傷の嵐だから。ねえ。もうこういう感じ。MC がゲップするからね。そうです。MC がこうだからもう別にこうでいいから、うん、そういう場にしていきたいよね。で、今日の企画は。今日の企画はてっちゃんが。はい。考えてきた。てっちゃんが。はい。考えますか。考えたと。いうことで。いうことで。さあ。今日はもうあれです。え、すごっ。中山美咲さん。中山美咲。大丈夫。読み上げて。大丈夫。読み上げて。それやばい。それやばい。見えてるからみんな。これはやばい。大岡、大岡軍山、うん、軍山山。軍山。中山美咲さん。4階や。もう、もう軍って住所に入ってるじゃん。まあまあやばいってこれ。軍って。マチクソ田舎や。美咲、何歳美咲。しかも、工房なのに4階建てかよ。もうアップの最上階。コーポって大体2階だった。割れた割れた。最上階。割れた割れた。コーポ。しかもあれですよね。まあまあ階段上がらんとかんすね。エレベーターが多分な。グンは。え、面白い。お階段つないよ。いける。すごい。なんだ。なんだったら俺責任取れない。最初に。なんか逆にこっちにコメントする。誰かに LINE してよ。その LINE ID 載ってんだから。見たい見たい見たい。自分の住所晒せるんだったら LINE 送れ。勇気。ちなみに俺の LINE ID はもう電話番号だから、あの電話かけてきてもいいよ。普通に5回 LINE ID 番号なの。電話番号です。へえ、めっちゃいいそれ。だから最悪070なんですけど、 iPhone なのに。 LINE ない。携帯ないです。ポケベルだ。 PC から見てるよ。え、携帯ないんだ。やばいね。ポケベルだ。ポケベル。人間じゃないじゃん。パソコン持ってるのに携帯持ってないんだ。まあ、07って飛ばしの携帯だろうって。飛ばしって何。え、でも今070になるんだよね。そうそうそう。090が足りなくて。いや、なんかそうだね。もう080と090埋まっちゃった。回線を買ったらしいですよ。そうだよね。 PHS じゃなくなる。飛ばしの携帯じゃねえわ。家電もない。てか、もやもや無人島だ。もう060始まってるからね。で、そうなんだ、うん、だからレンタカー。あ、電話来た。おおおおお、ガチやー。ガチやん。スピーカーしなくていいよ。あ、うん、最初最初ちょっと。もしもーし、もしもーし。まあいいわ、とりあえずこんなやつしかつし飲もうぜ。いや、え、何言ってるか分かんない。もしもーし。俺変わるわ。はい。外事だ。鉄に電話したってことだ。すげー。もしもーし。いや、怖い怖い。電話切れてしかいないじゃん。切れた切れた。あ、切れちゃった。すごいすごいすごい。え、どういうこと。え、これ企画じゃないよ。ガチだよ。全然企画じゃないよ。ガチガチ。え、リアソチ全然 OK なんだけどさ。ちゃんと喋ろうぜ。逆にそれでもう他の人もどんどんかけてきてください。もっと、うん、スピーカーしないからちゃんと許可もらって、うん、いや、てっちゃん逆にそれスピーカーでかけようよ。あり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 ですね。もう一回。もうプライバシーもクソもない。え、番号とか控えさせてもらう。折り返す。折り返す。番号ダメ。番号ダメ。一回折り返そう。折り返していいですか。一回折り返そう。はい、またロミジュリの悪いとこ出た。おたーい。おたーい。えぇー、マジっすか。まさかタクヤプロデューサーがプロデューサー。ガチそうでしょ。タクヤプロデューサー。そんなわけがない。来ない来ない。絶対一番。いや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 、ほんとにロミジュリで一番来ないと思ってた人が来たよ。絶対ナイトチューブは俺出ねえからって言ってた人が。おぉ、来た、二人。卓に口開けて。はい、卓に口開けて。あ、リアクションよ。まあ、リクシャイに、リクシャイにね。うわぁ、何これ。テキーラ。テキーラ。あ、どうも、リクシャイリンです。イエーイ。え、高橋さん来ないですか。プロデューサーは。あ、びっくりした。またリアと使う。いや
いやもうね、どうしてもタクヤさんもね、映りたくない、シャイだからね。意地でもあそこなんか、ね、カメラ向けたい、あそこに向けたい、こう向けたいけどね。じゃカメラの後ろ側にもうタクヤプロデューサーがいるんですよ。本当にあれがメインなんですか。じゃあ CM 明けにタクヤさんがここにね映ってることを願って、はい、レッツゴー CM。今日も新人連れてきました。マシュマトランドから来たルキだよ。また絡みづらそうなやつ連れてきたな。お前本当にホストやる気あんの。ミツバチルンルン吸い止めおりー。ロムジュリー大丈夫か。いなくなっちゃった逆に。逆になくなっちゃった。逆に。天鉄って人演技うま。あれ何も一言してくれないですよ。何の演技？あの CM スタッフ。あ、CM スタッフ。たくや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 。じゃあ、ミスでくね。ミスでこれ。たくやプロデューサーのカバン。本当に。まずは、まずは、カバンが、カバンがディオール、ディオールのね、カバンがディオール、ディオール、ディオール、カバンディオール。本当にカメラの後ろにいるんで、まず最初出てくるのが、アイコス、アイコス、レギュラー、レギュラー。で、次はの、からの、アイコス、アイコス、レギュラーね。からの、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 アイコス。はいいや、これやばい、それはこれはやばい、これやばい、今後のシークレットでダメなんで、シークレット、シークレット、それは良くない、これは良くない。案外ない、案外案外、さすがもう綺麗なね。じゃあこれ出していいですか。綺麗な1個感傷なんです。これやばいよ、これやばい、これやばいよ、これやばいよ。え、それはマジで相手やらしいかみたいにしないで。これはやばい、いや、本当に良くないです。それよくない、それはやばい、それは本当に。音だけにしましょう、音だけ。てかもう、あ、やばい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 、その音はやばい。結構な錠剤系ですね。錠剤だね。錠剤は怖い。これ色もおかしいし。いいですか、いいですか、いいですか。本邦初公開。よし、ブレスケア、透け取る、緑だから透け取る。ほんとだ、カラみたいになってる。カラ、ほんとに危ないやつみたいな。逆ブーツで あと一番面白いやつ見つけました。自分の名前が入ってるライター。いやー、これやばい、自分の名前のライター持ってる。自分のライター持ってる。それはそれは作ったから、それは持つよ。うん、しかもちゃんと火がつく。一番ウケるのがアイコスなのにライター持ってる。使わないでしょ、完全に。どこで使う？自分のライター持ってる。自分のライター、俺持ち歩いたことない。アイコスの人がライター持ってる。自分のライター持ってる。アイコスの人、普通のタバコないの？マジ悪た。あとはもうないっすね。あとは特に、まあ特にない、ないっすね。ありがとうございました。プルーさんのカバンでした。イエイイエイ。あの人やばい、あの人やばい。なんか銃出てきたら一番面白かった。カメラの後ろ見せて。
座りさ、椅子に体育座りさ、次は誰のカバンですか。次は誰のカバン、はい、マオリーだ、マオリーだ、よかったらマリつまんないやつですよ、マリつまんないやつですよ、これあ、竹井、あらあらあらあった、見ましょう見ましょう、ショートケーキ出てくるかもしれない違う、あ、じゃあ、じゃあ、いぶきりくさんのカバン、お願いしますか。自分で、これ自分でやるの、これ、これ自分でやるの、自分でやるの、そうだ、自分でやろう、僕らがじゃあ、ま、これ面白い、ちっちゃい方からいきますか、ちっちゃい方から、はい、ダサい財布はい、鍵、はいはい、はい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 、アイロン、あ、かわいい、紹介する気ないやん、めっちゃかわいいひよこちゃんの、紹介する気ない、からのからの、Wi-Fi、 あ、でもほんとにちょっと待って、一個だけやばいの、ファックス、あぁ、何入ってるの、あ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 、やばいっす、一個だけありました、やばいの、こんどやばい、いろいろありますよ、俺にもね、徹底して、徹底でダメだ、仕込んじゃダメだって、仕込んじゃダメだって徹底してね、徹底してそういうのをやってるんだそれも恥ずかしい、これあの拓也さんがね、これを持って入ってきたの、まあ水鉄砲なんだけどね、まあちょっと中飲んでもらって、まあ、拓也さんから後ろからジンにね、味を、美味しい、美味しいって、へぇ、美味しいよね、うまっ、うまい、美味しい、なんかいい味出してますね、美味しい、これ美味しい、めっちゃうまいです、美味しい、美味しいの、本当に敵いないかい、敵いないかい、いや、鼻に打つな、鼻に、いった痛いわ、撃て、あそこでカメラ構えてる人に撃て、撃てないわ、ここでカメラ構えてる人に撃て、それはそれはもう俺、これ持てないから、いやあー、もうそれやることなくなった、そろそろ疲れた、高谷さんね、そろそろこっちソファー側来るから、残り5分ぐらいですけど、え、もう早い、これもう早い、もう5分ですか、あとちょっとセンター当ててる高谷さん、最後ね、まあ、その赤いカバン誰なの、売れっ子さんのダサいですけど、黙れ、死ね死ねダサいですけど死ね打っていいやつは打たれる格好のあるやつだ、住所打て、住所住所と名前を打って、それいいよ、さっき打ってましたね、山中県、山中美穂だ、そう、中山さん、中山美穂だ、え、美咲じゃなくて、中山美咲か、美咲ね、電話かかってきましょう、ねえ、違う人でしょ、あ、違う人なんですか、え、わかんないもう一回電話待ってます、その赤いカバン誰なの、また打つな、住所住所打つな、いちいち中山美咲、打つな、読むぞ、さらすぞ見えてるからね、まずまた来た、グリーンコープ402って、なんか自然、責任は取らないよ、この人すごいよね、バカで、シンプルにバカなんだろうね、誤解だよって、402でしょ、なんで誤解なの、お前怖いもの知らずかよさて、はい、じゃあ、お帰りでいらっしゃいませ、ジュリエット、今回のね、放送をもちまして、はい、最終回ということで、そうですね、はい、え、そうなんですか、まあ、言ってなかったんですけど、そうなんですよね、まあ、ちょっとね、いや、よく見てくれ、ありがとうございました、ありがとうございました、本当に、はい、もう1年ぐらいか、1年、やったね、やりましたね、あの時から、はい、さて、なんかもう、センス東京もセンスを磨けぐらいの寂しい感じになるんですけど
結構長寿番組になったからね、このカヤフジレット昨年優勝のセンスを磨けとオーケーラーナショナルズジュリエットどっちかだったどっちかだったんですけど、はい、マジ時間の無駄だったんですけど最終回だったんで、まあ本当に、はい、ね、本日はまあでも来月来週からはロミア&ジュリエットのセンスを磨けになるんでもうロミジュリーを磨けロミジュリーを磨けっていうやつになるんで、はい、新しいね、まあ、絶対面白い、でも、ま、前絶対面白い、ま、先週からずっとねもう今回で終わり終わりって言ってまあ放してますけど、今日をもってあの一応本当にあのこの番組終わっちゃうので、まあもう4月いっぱいっていうことで、もともと決まってて、まあ一番最後の豪華メンバーが、はい、今日揃ったということで、辛い、高橋さんもね応援に駆けつけてくれて、武田さん来てくれてでも最後に一番カバンチェックっていうことでそれが一番最後のてか最初で最後の企画でした。そうそう最初です、はい、確かにね今まで企画なかったから、はい、もう皆様本当にね、俺じゃないです、もうそうなんですか、全然終わりです、終わりっす、全く終わりっす、ただ終わりっす、ただ終わりますもんね、これ終わりなんで、ちょっとだけじゃあ、まあ、あとみんな高橋さんの顔が見たいってコメント来てるんで、まあ多分今の声が入ってると思うんで、今の声も入ってるんで、はい、最後ねそのまま嘘ついてほしかった、どういうこと、あ、そういうこと、いやはい、でもまあはい、ということで1分前やばい、まあいろいろありましたけど、はい、ね、ありがとうございました、寂しい、文句ばっか言われてましたけどね、なんだかんだ見てくれてるだけで、まあコメントくれてるだけでなんかね、ブスとか死ねとかキモいんだよとか、なんでホストやってんだよとか、人間やめろとかいろいろ来ましたけど、コメントまあ来るだけありがたいのかなって思っててね、まあそうですね、もう俺に関してもイケメンとかかっこいいとか指名したりとかよく来てたんですけど、うん、本当にもう来るだけ嬉しいんで、うん、はい、ね、ありがとうございました、ありがとうございます、言われて、はい、なんだかんだみんながね、この放送見てこんな夜中にね見てくれてる人は、ね、もう営業終わり、もう1時15分から1時45分まで、ね、それ見てくれるだけで本当にもうよっぽど暇人なのかなってね、嬉しくて、うん、お前暇人だよ、こんなね番組見てんだよお前ら、自分たちの自分たちのレベルしろバーカ、また来週。